な音楽が、世界で流行ってたね、まあいろんなディスコミュージック、僕もディスコも好き。だから皆さんに少しずつね、子供の歌もあるね、バラードもある、沖縄の曲もいっぱいあるね、アコーディオンのドイツの曲もいろいろ。じゃあこれから皆さん、今までやったの楽器、テナーサクソフォンまだやってないけど、ここ三振ね、沖縄の三振2曲だけね、でギターで1曲で、これから次のここ僕の背中後ろに置いてるの楽器、この楽器なんというかな、僕もともとアコーディオン、でも今ちょっと状態が変わった、だからさあ見てください。じゃあこれから音楽好きな人、最後まで我々様をね、はい、後ろのすごい男の子踊ってる、すごいパフォーマンス、力すごいパワーをもらってる、ありがとう。はい、じゃあ頑張りましょう。じゃあほら見てください、行きましょう、次の鍵これ見てください。何これかな、これはタイマシーン、皆さんタイマシーンかな、どうも。じゃあすぐ説明するね、はい、右の手シルクロケバー、こんな音する、後ろまで聞けますか、音大丈夫 OK。 で、左の手、こちらね、左の手はバスの方、皆さんこれはバス、左手右手も全部使える、もちろん頭にもついてるもの、これを使える。じゃあ右の左の手全部合わせて、こんなことになる、これはアコーディオン生の音ね、まだエレキ使ってないね。これから皆さん、僕はもともと電気屋さんだから、このアコーディオンに自分で、マイクを取り付けしました。なんかいろんなものを入ってるね、シンバル、いろんな部位の、ボイスルとかパブパブとかいっぱい、カウベルね、全部使おう、アコーディオンマイクがついてるね、だからこれから聞いて、音がスピーカーから入る、チャンチャチャチャンチャンチャチャチャンチャン、ね、ちょっと音がきつくなって強くなった、はい、この曲みんな知ってるね、坂本九郎、あ、知ったからあるね。で、このアコーディオンでもちろん1曲だけ、それで全部あのコンサートの中で1曲やってみる、はい、その前でここ足にね、タンバリンがついてる、足にタンバリンついてる、そのタンバリンをもちろん使える。で、バスドラムの音が出てくる、ガラガラ見て、右の足で踏むね、はい、右の足で踏んだらこんなバスドラムの音が出てくる。で、これから皆さん、左の足、何もついてない左の足で小太鼓ね、スネアドラムね、小太鼓チャン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 、で、バスドラムとだから右の足、左の足全部合わせた、合わせたらこんなリズムになる、なんでもパッ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 という、ね、僕一人で口も使える、口も使える、
右左の手も使える、右左の足も使える、一人でバンドができるぐらい、それだけで、それをお客様に見せたい。でこれから一曲英語で歌います。皆さん曲の名前はケンセラセラ、ぜひ聴いてください。Behind the rainbows, down the river.